はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆうたです。そしてね、今日目の前に見えますのは産卵木でございます。今日はね、珍しく、この映像からスタートしてるんですけど、いつもはね、トロ箱の上でね、動画スタートすることが多いんですけど、今日はね、この、朽木が、産卵木として売られてる朽木が目の前にありますよね。そうなんです。今日はね、新しい生態がうちにやってきました。まあ、うちにやってきたと言ってもね、来たのは、もう、どのぐらい前だろう。もう多分2、3週間前なんじゃないかと思うんですけど、来た時ね、オスはしっかり交食始まったんですけど、メスはまだ寝てたんですよ。うん。で、その後ね、まあ、1週間半ぐらいかな、ちょろちょろ餌食べ出して、先週ぐらいからね、しっかり餌も食べてですね、動き回るようになったんですね、メスが。なんで今日は、この生態のご紹介とともにね、ペアリングまでしていきたいと思います。してね、僕のチャンネル見てる方はね、もうゆうたカブトムシ好きだよね、なんて思ってる人も多分多いと思うんですけど、今日もカブトムシでございます。こちら。じゃ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 ーん。わお。わかりますかね？ちょっとね、今ね、涼しいとこ行ったんで、このオスはね。ちょっとね、背中があんまり乾いてないんで、あれなんですけど。見てください、この子。毛深いねー。めちゃくちゃ毛深いですね。で、サイズはね、まあ、手と比べてみてもこのぐらい。ちょっとサイズね、測ってないんで、測ってみましょうか。ちなみにこの種類はね、まあ、40超えたら結構もう大きいよね、みたいな感じの生態なんですが。どのぐらい？でかくねこれ。あ、でかいね。40、45は絶対ありますね。これ45は絶対ある。50ミリにはね、いかないぐらいのサイズの、カブトムシになります。こちらの生態はね、いつもお世話になってるキングさんから、代わりにやってくれと。ちょっと忙しいから代わりにやってくれという感じで、ね、託されました。いやー、かわいいんだよね、マジで。この子ね。はい。まあ、見てね、わかる人も中にはいるかもしれないんですけど、今日こちらにいるね、カブトムシは、ヒメゾウカブトの種類になります。日本名で南ヒメゾウカブトと呼ばれております。学名で言うとね、メガソマ、ヨルゲンセンですね。ヨルゲンセンヒメゾウカブトの、まあ、原名亜種になります。いやー、かわいい、マジで。結構ね、この子、いろいろネット見てると、この子ね、かなり角の発達いいですね。うん。こんなにね、角が発達しないんですよ、普通は。どのぐらいブリードだと、まあ、40ミリ出れば、まあ、大きいよねって感じ。で、45度超えてくると、結構、超大型なんてね、表記されてることもあるぐらいのサイズですね。いや、この子立派だな、すごい。実はね、測ったの今初めてだったんで、こんな立派な子をね、託されてるとはちょっと思ってなかった。ちょっとびっくり。まあ、ヒメゾウカブトなんて言いますけど、まあ、族で言うと、まあ、メガソマ。だから、ゾウカブト族なんですよね。ちっちゃいけど、しっかりね、ゾウカブトの種類になります。で、普通に飼育してる、まあ、22度から24度、25度ぐらいの間で、まあ、飼育すれば、まあ、約1年サイクルぐらいでするらしいです。で、発生時期は2月なんですよ。まあ、こちらね、産地はアルゼンチンの、チャコ州ってとこになりますね。まあ、アルゼンチンはちょっとあれなんです。形がね、この縦長なんですけど、上の方ですね、北部ですね。まあ、だからどっちかっていうとパラグアイに近い、南米の真ん中に近い感じかな。どっちかっていうとね。で、この南ヒメゾウカブト、ヨルゲンセンヒメゾウカブトは2種類。まあ、亜種がね、一つ亜種分けされてまして、この原名亜種と、ペーニャっていうね、亜種がいます。そのペーニャっていうのはね、パラグアイの方出身の子で、もうちょっとちっちゃい。もうちょっとね、なんだろうな。お腹のサイズ変わんないけど、ちょっと頭のね、頭角とかがちょっと短いような感じですね。で、毛もはそっちの方がなんか写真見てると、そのペーニャっていう亜種の方が毛深い感じかな多分。うん。で、ただね、パラグアイの方の虫なんでですね、もう結構ね、入ってこないらしいですね。まあ、今国内に流通してるのが、今ちょっと調べた感じじゃあんまいなかったんですけど、この原メアシの方はね、ちょろちょろいますね。ヤフオクとかでもね、今も出品されてましたね、さっき見たら。いや、うちね、ヒメゾウいなかったんですよ。メガソマはね、マルスがいるんで、マルスゾウカブトがうちにはいるんですけど、このちっちゃいタイプの、まあ、1年ぐらいのサイクルで羽化してくるタイプの、ゾウカブト、まあ、ヒメゾウカブトですね。まあ、6センチ、5センチぐらいにしかならない種類。まあ、今で言うと、パチェコなんかがね、パチェコヒメゾウカブトなんかがね、結構有名だったりもするんですけど、一昔前はね、このヨルゲンセンっていうのがね、結構ヒメゾウカブトの中ではメジャーだったらしいですね。可愛いんだよな、マジで。お尻もね、しっかり。なんだろうな、この、僕ね、この間から、モンゾニコフキもね、やりましたけど、この、
毛深い系が好き好きなのかな、これちょっとわかんないんですけど、可愛いですよね。ちょっと虫感、うん、カブトムシっていうよりもなんかね、あのなんて言いますかね、虫感、あのなんだろう、コガネムシ感もうね、非常に可愛いですね。まあちっちゃくてもね、しっかり目のサイズもありましてね、頭角もね、可愛いんだよな、ほんと。可愛いです。ということでね、今日はこのヒメゾウカブト、南ヒメゾウカブト、まあ、夜厳選、夜厳選ですね、を増収しましたよという話でございます。ということで、あの、メスの方もね、お見せしましょう。メスはね、あの、ほんと来た時ね、しっかり寝ててですね、もう一週間ぐらいで起きてきたんですけど、最初なかなか餌食べなくてですね、まあそっからシゴンチは全然餌食べてくれなくて、ちょっとね心配したんですけど、今はもうね動き回って餌もしっかり食べてくれるようになりました。この子でございます。じゃ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 ん。このね夜厳選ね、すごいねキュッキュキュッキュ鳴くんですよ、可愛いことに。なんだろうな、あれどういうあれなんだろうか、わかんないけど、いやで、いろいろ見てるともうメスは鳴くよねみたいな話あるんですけど、オスもね多分ちょっと鳴いてるっぽいんだよね。違うのかな、なんかね、お尻の辺をね、くねくねしながらね、こうギュッ、ギュッって感じでね、なんか、威嚇してるんだと思います、多分。怒ってるんだと思います、多分ね。仲良くしてくれないかな。あ、でも反応してんじゃない?反応してんじゃない?いや、可愛いなぁ。このね、スモールメガソマね、もう非常に僕からしたら魅力的でですね。まあ、ゾウカブト好きなんですけど、マルスはね、結構あんまり毛深い感じじゃなくて、まあ、つるんとしたね、結構光沢のあるタイプのゾウカブトなんです。マルスゾウカブトね。この子たちはね、なんかアクティオン系?なんかその、なんて言うんだろうな、毛があるタイプのゾウカブトで、あの、なんだろうね、これ多分水分とかなのかな。現地はね、結構かなり温暖な場所でですね、まあ、平均最高気温、年間平均最高気温が27度を超えるような場所なんですよ。で、年間最低気温もね、15.6 なんで、まあ、だから夜もね、平均して15度ぐらいまでしか下がんない。割とね、温暖差は激しいんですけど、まあ、この発生時期の2月とかになるとね、40度をね、軽く超えるような日がね、ちょろちょろ出るような、すごいね、あったかい地域の虫さんでございます。でもなんかね、幼虫はやっぱ低温の方がいいよね、みたいな話結構あるんですけど、見てるとね、最低気温、平均最低気温って、多分夏場のその発生時期の2月でもね、20度ぐらいなんですよ、夜ね。だからしっかり涼しいんですよね、きっとね。まあだから、結構温暖差つけてあげることで、なんだろう、羽化がね、1年サイクルになったりするのかな、多分。結構ね、温暖差激しい感じですね。2月のね、平均最高気温が32度で、平均最低気温が20度なんで、もう平気でね、毎日10度以上、前後するような感じだよね。全然ね、木の上じゃね、ペアリングしてくれないんで、ちょっとなんか、板用意しましょう。あー、移動だな。全然か。あ、でも、オスは気づいてんのかな、これ。あ、オスは気づいてますね。まあね、同居さしといてもいいんでね、あんまりそんなにせかさないでもいいかなとも思うんですけどね。もしね、目の前でしっかり交尾見せてくれるんだったら、まあ安心してね。あ、早い早い早い。おしっこ出てるんだね、おしっこ。激しいな、しっかり。これはもういけそうですね。めちゃくちゃ激しいな。めちゃんこ激しい。さすがだな。さすがですね。さすがカブトムシですね。体がね、こんだけずんぐりむっくりだとね、交尾大変そうですけどね。どうだ?あ、でも、メスはすごい嫌がるな。すごい嫌がりますね。全然うまくいかん。メスめっちゃ元気に逃げ回るな、マジで。ほんとか。めちゃくちゃ元気いっぱいなんだけど、これちょっとあれだな。ちょっとストレッシーなんで、ちょっと同居させることにしましょうか。
はい、ということでね、まあちょっと同居させることにしましょう。まああんまり無理やりやらせるのもね、ちょっとかわいそうなんで、もうオスは大興奮してるんで、まあちょっとペアリングこれ見かけたら、ちょっとオスはね、もう別ですぐ管理するようにしましょうかね。でないとね、多分ずっと交尾してるような状態になっちゃうと思うので、メスはね、まあ多分餌は食べれてるし、まあしっかり成熟してると思うので、まあ嫌がって逃げるぐらいなんで、元気は間違いないと思うんでね。2、3日は同居させようかな。まあ多分すぐ見れると思いますけどね、ケースに入れると。またこのヨルゲンセンヒメゾウカブトの、産卵セットのね、組むところもまた動画撮りますので、引き続きで撮るかな、多分。うん、まあ上がる日はね、別の日になると思いますが、ぜひね、興味ある方は今のうちにチャンネル登録の方よろしくお願いします。いや、でもほんと可愛いんだよな。ほんとに。これオスもめちゃくちゃギューギュー鳴きますね。僕メスだけって聞いたような気もしたんですけど、オスもギュー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 めちゃくちゃ鳴きますね。はい、ということでね、皆さんまたカブトムシ好きな方はぜひね、すごい、あ、いいなと思った方結構多いと思うのでね、このヒメゾウカブト系かな、うん、スモールメガソモのね、種類もね、たくさんいますので、あ、ぜひね、いろいろ見てみてください。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。可愛い顔しとるよな、マジで。